皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。はい、今回やっていくのはですね、バランス調整されたあるキャラを使っていきます。最弱ドラゴンだったはずなのに、今回の強化で最弱から脱却し、ちゃんと強いドラゴンになりました。ブルードラゴンを使っていきます。はい、でこのキャラの調整内容なんですが、それについて話す前にまずシャッフルから。これで削れるのが妖怪ウォッチだけでもまあなしではないんだけど、レドラをね、もうちょっと簡単に倒したいなと思ったんだけど、ブルドラ虹バチだから行くか。これ5コスだしな。で、まあこれで行くんですけど、強化内容が、まずスキル発動率だっけ ?1 個は。で、それプラス、もう1個が、スキル打った後の硬直現象なんですよ。そのおかげで、ブルドラがスキル連発をしやすくなりました。あ、真相だね。あ、これ3発どうか。本当はね、3回もこそ使いたくないとこではあるんだけど、ウルトラ内大事だから、打ちましょう。相手も大砲撃ってくれたね。これ美味しいね。で、妖怪ウォッチ来てくれるから、壁になってもらって、寝て、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない白熱日記で削って、取りすぎてくんだけど、なぜ横から殴ってるからか。はい、剣士全部どっか行ったね。で、なんかめっちゃ解除されてんだけど、やめてほしいね。チビブラいるね。チビブラだるいね。あ、寝るそれは。あ、いいね。さあ、ワンパンにはされたくないんで、レードラちゃんと置いてあげて、フクロウもいますと。そう、寝てくれたら熱いけどね。どうかな。もう一回かな、レードラ。うん。この無敵時間中にうまいことやっていきたいところだけど。城がだるいな。本当はここに置きたくないんだけど、まあ、しゃーなし。お、来た。でも、それはね、ちょっとね、行きたくないね、あれ。ゴレが行こうか、正面から。正面からでいい。剣士負けてんだけど。で、百裂日記も置いてるから、まあ、倒せるじゃん、まずこれは。こいつ自体は倒してくれて。あ、強い、これがマジで。で、フクロウも置いてあげて、百裂日記行こうか。で、これ複数人ともレドラで燃やされちゃうから、1体で。あえて1体。来たね、レドラ。あと1回は撃てないと。まあ、しょうがない。引っ張りたいね、あのレドラ。引っ張れる?引っ張れそう。熱い!ブルドラ行こうか。じゃあ強化されし、ブルドラで。さあ、まずスキル打ってくれて。打って、発動率上がってる?強いよ!倒しきった!マジ!倒せるんだ、それ。へぇ。倒せるんだね。へぇって感じ。時間的に、あいつに負けないんで、こいつにね、この下のやつにダメージいられることはないんで、大丈夫。あとは前。ただまあちょっとね、キャラがもう残ってないので、勝ち切るかどうかはまた別の話かな。うん。まあ一応ちょっとこいつね、強いから、遠視ポチポチで抑えてあげようか。はい。というわけで、ドローかな。ありがとうございました。ブルドラ、レドラに勝ったね。レドラに勝ったよね、今完全に。あれ今でも対面ではないか。これがちょっと削ったか。まあ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 。ちなみに、このアンチキャラの概念ってすごいのがあって、今相手レドラリーダーだったじゃない。リーダーの時って得意相性より強化されるんだよね。つまり、レドラとブルドラとそもそも裏同士でもレドラが勝つはずなんだよ、本来はね。でもレドラリーダーにされると、もっと無理になるのよ、こっち側からすると。え、無理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 みたいな。絶対勝てないよ、みたいになっちゃうんだけど、本来は。でも、まあ、ブルドラ虹マッチではあったけど、裏で、リーダーの、バフ恩恵受けてないのに、レドラにね、対してあれだけできるってのは相当すごい。まあ、スキル打ちまくったけどね。打ちまくったけど相当すごいね。マジで強くなったんだなって感じがする。まあ、火力面が上がってるわけではないんだけど、そう。スキルがね、安定してる。まあ、火力面は実際上がってはいるんだよな。ダメージが結果的に上がるからね。スキル後の硬直短いから。まあ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 。で、削って。これ微妙だなぁ。これ、亀がね、死ぬんよ、置くと。まあ、一旦こう置こうか。本当はもう置きたくない。しょうがないけどね。置くしかない。あ、これ、壊すみだ。数多すぎ。これ、亀が死んじゃうんだよね、この後ね。しょうがないんだけどね。まあ、これ亀やられてもらって、無理いこうか。で、まあ、でしたね。これね、ディケイドのこいつ食らっちゃうんだけど、しょうがない。まあ、その代わり、ディケイドごとやれるから、よいしょ。まあ、倒してくれたから OK。で、これ行こうか。うん。ダメージ入ってるよ。ミニですが。
百裂肉球して飛び越えて、さあリムルも置く。通常攻撃は食らない。あー、スキルは食らない。それはしょうがない。取った。これはカンベル飛ばせる。あー、間に合わないか、それ。間に合わなかった。まあ、しょうがない。チビピコ置いて。リムル置いて。こうするか。悪くないね、今のところは。あとは、そいつをやれないか。まあ、ケツ当てするか。まあ、ケツ当てでいいね。で、おお、拘束しちゃう。あららら、強いね。あれ、ケツ当て？あ、リムルできないんだっけ、ケツ当て。チビピコもできないはず。そうか、できないのか。忘れてたわ。リムルできなかったか、そういえば。あ、これ取られそう、取れて。下も剣士弾いてくんねえかな。無理か。届かないか。あ、届いてはいるわ。落城かな？落城に行けるか、それか、後ろ相手が必死に守ってきた結果、干渉まで行くか。と思ったけど、落城だね。はい、ありがとうございました。まあ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 、いいんじゃない？うん、美味しいね。いや、ちょっと怪しいキャラ来たぞ。強化されたマクロス。はい、強化されたマクロスフロンティア来たね。俺もね、動画で使いたいなとは思ってるんだけど、先に相手から来たわ。で、しかも相手、アビさんだからかなりパワー高そう。マクロスは、スキル威力アップと、あれ、スキル発動アップもついてんだっけ？これいくね。ですで、ですでいいんじゃない？マクロスは。対マクロスは大天狗とかですでいい気がする。で、かなり強いはず。で、怖いのが、マクロスみたいなゴリ押せるキャラで、裏からゾンビが出てくるのがマジで怖い。だから、今回はパワード。ゾンビが複数いたら、パワードに変える重ねまくんのもあり。なんだろうね。ここはとりあえずよしじゃん。これで、様子見て。ロックマンまで来たね。強化されし、ロックマン。カエル切りして。倒して。ここ相手下げてくれるか？あ、下げないんだね、ラインを。あ、でも、オッケーオッケー、取ったからよし。じゃあ、パワード行こうか。さあ、ガツって。まあ、でもこれだけじゃ勝てないんだけどね。こっからカエルの火力も重ねていこうか。これで倒して。あー、潰れない。なるほど。じゃあまあ、ちょっとこれ、殴り合っちゃうんだけど、ほんとあんま良くないんだけど、デス行くわ。はい。こんな感じで抑えて。ちょっとキャラ使いすぎだね。パンダ使いたくねえなー。でも使わなきゃいけないから使おうか。さあ、ジマニアン切って。なーるほど。最悪ではあるね。一旦ね。スキル発動率上がったんでしょ？ただ、デスが狩られてしまってるんで、かなり苦しい展開だね。あと一発は？撃てない。これ負けたかな？この感じは。こっから倒せないからね、俺あれね。マクロスを。うわ、しかも入っちゃったマクロスの攻撃。終わったな。デスに対してフォアドラか。それはちょっとエグいね。あと、そう、ロックマンも使ってみたいんだよな、俺。この剣士は寄らないはず。けど、飛ぶな、お前、初手で。お前、普段飛ばないくせに、こういう時飛ぶな。白熱肉球で、もう型押し出せないからね。はい、まあ、これは無理やね。チャーなしと。はい、ありがとうございました。どんぐらい持ってかれっかな。まあね、マクロスに対してのデスは正解なんだ、選択肢として。だから、これは、事故です。フォアドラを引かれてしまったっていう、仕方ないですね。ただ、持ってるから、受けてくれないかな、これ。受けてはくれないと。まあ、続いていこうか。さあ、ちょっとかなり危険な異常来ちゃったね。ブルドラを使ってるにもかかわらず、お相手が大天狗と。アンチです。てか、レドラ来たり大天狗来たり、ちょっとかわいそうだな、ブルドラ。なんでこんなアンチ連発してんだ。あ、大天狗キャラクターやったかな、ちょっと覚えてないけど。デスめっちゃ来るな、お前。悪くはないんだけどね。でも、大天狗相手引き寄せられた後死ぬから、まあ、でも、アマゾンですな、本来あり。大天狗相手は。バフもやったらダメ。あー、ロボガか。まあ、なしではないか。行くか。ブルドラ虹。で、大天狗に、ブルドラは絶対ダメ。本当に負ける。さすがに強化されても無理だと思う。相手リーダーだし。さっきのね、初戦のレドラと同じ。アンチ関係。悪いキャラに対して相手リーダーだとさらにね、より悪くなるから、絶対出しダメ。出さざるを得ない状況もあるだろうけど、それは相手の体力が3割とか切ったら出してもいいかもね。そうじゃなかったら出さない方がいい。
ここはね、2体いっていたもん。これいいんじゃないのこれ。ただ問題が、ロボがちょっと引き止めてあげて。おお、100日強。引きで起きたことによって、これで削るね。いいね。取らんじゃないそれ。取ったー、でかすぎ。強い100列日給、えぐ。おーおーおお、壊しちゃった。やっぱ2体出しなんだよな。まあ一旦ね。一旦止めてね。100列日給。まあゴス出して。ここにラビット使わせたいんだよね。消えろ、消えろ、ゴス。オッケー。消えてくれれば。これ倒せるからね。さあ、ラストのラビット来た。これでトレーナー圧が弱くなったね。この倒せるじゃん。さあ、トーマン切って。このゴス助けてあげようか。助けてあげて。ポストはあるんだよね。相手を渡ってこないよな。まあまあ、このままじゃ俺勝つけど。それで前ボスで見るか。いないな、強いし。で、当番困ってるっぽいから当番切るか。サイトで。もうすごい困ってるね、相手。特別に流してもいいからね。なんだろうね。こんな感じで切っていこうか。ブルドラ来たよ。こんな感じ？体力。おお、いいね。流せ流せ流せ。上に行かせんな。オッケーオッケーオッケー。いいよ。いいんじゃないの、いいんじゃないの。きつそうだよ、相手かなり。そろそろどんぐり行けたこれ。ほんの1の。消えてると思って、検証してる。はい、というわけで完全勝利だね。お相手これ裏ブルドラじゃね？強化されたから。いや、わかんないけど。ありがとうございました。ブルドラ使ってなーい。さあ、ラスト行こうか、ラスト。ブルドラをね、ちゃんと使っていきたいけど、使わないで終わってるのとかね、ブルドラの動画としてどうなのって感じではあるんだけど、まあ、試合としてはね、なんかいいテンポで進んでたから、使ってるかもしれないけど、お相手がブルード。ヘッジでいいんじゃないのこれ。これでいいか。ブルードって確かヘッジに弱いもんね。どうだそうかな。まあ、ジマニャン1体行くんだけどさ、確定で。いやーでも、第一取ってからでもよかったか？どっちでもって感じだな。この感じ。まあ取れないね、ほぼ。取れる！マジ？ありがてえ。ネットバスで、オッケー。おコングで。うん。素直に倒してほしいけど。倒せるかな？さあ、パワードがいる。取ったけど。取っちゃった。で、あれが強い。後ろはコングいいのか。あ、いや、もうこのラインはコングで見ときたいな。これワンパンさせちゃったけど、まあいいよ。コングいるし。これで見てくれるでしょ、こう。で、裏技置いて。おー、来たね、複数。まあ全然 OK。このスペースは俺流していいと思うんだよな。ヘッジめっちゃ頑張ってない？勝つのそれ。勝つの苦手なのに相性。へえ、よくやるね。頑張ったね。偉いわ。こう置いて。ここは、いや、パワードか。さすがに。さすがにパワードか。百裂日給強くね？そんな削る？めっちゃ頑張ってんだけど。百裂くん。こっちでいいか。倒せるじゃん、それ。ここで？あ、そんな奥行っちゃう？でもこれでケーブルス終わった。いや、これブルドラだな。行った方がいいわ。レドラの攻撃当てたくない。ガオに。ここからやれば多分激流一発当たるから、ほら。1って上。2当たったか、もしかしたら。倒した。オッケー。いいんじゃない？で、まあ、一応ヘッジ置くか。ブルドにね。ここも、下のライン流す必要ないからキャラ置こうね。で、あとはダメージ入れたいね。絶対に。ガオーが、なんかすごい後ろ行ってる。余計なことすんな。前行け。ワンパンなんだよね。
俺取られたくなかったけど取られちゃった。だったら前でよかったな、剣士。守りながらワンチャン落城できないかなと思ったんだけど、ガオ死んでた、ガオが死んでたわ。はい、ありがとうございました。もう美味しい。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。強化されたブルードラゴンです、いかがでしたでしょうか。まあ使い勝手は間違いなく上がってるね。でもね、俺これ使ってる感覚なんだけど、多分ね、裏じゃなくてリーダーの方が強いわ、圧倒的に。リーダーがやばくて、裏はまあそこそこじゃないって感じがするんだけど、どうなんだろう。まあでもね、アンチキャラが出すぎてる、実際。アンチキャラ来すぎ問題はあるわ。アンチキャラが来すぎた結果、ブルドラ使いづらさはあったかもしれないから、まあアンチキャラさえ来なければってところはあるかもしれないんだけど、まあレドラはよく来る。で、大天狗が今期キャラが出てるのかな。で、まああんま出てこないけど、ゼウス出てくる可能性ある。トレント。は、アンチかけなくなった。あ、でもそんなもんか。ってなると、意外と、別に、沿ってないわけではない。のかな。まあ、ただ、使用感はめっちゃ上がった、間違いなく。もう、初戦で上がった。まあ、でも、初戦はねじまっていた気がするけど。はい。そんな感じです。まあ、ブルドラです。というわけで、皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら、皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そして、またよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。